イグスーヨー中がなびらラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。10月16日月曜日、ただいまの時刻は8時1分を回ったところです。カルチャンプルーナ沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています、モーニング那覇。今日月曜日のお相手はアハゴン、あずさやいびーゆたさるぐつうにげーさびら、1時間どうぞよろしくお願いします。さあもう10月も中盤ということで、早いですね。今日朝起きたら周りが真っ暗で、ああもう沖縄も、まあ、まだ暑い日が続いてはいるんですけれども、秋がもう近いというか、いつかもう秋を通り越していきなり冬になってしまうのではないかなと思いました。はい、16日ということで、今週末はですね、選挙が行われるということで、今日のトークテーマはこちらです。今回の選挙について思うことというメッセージテーマで本日1時間お届けしていきます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。この番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージ募集しています。メールアドレスお伝えします。メールアドレスは数字の780@fmnaha.jp、 数字の780@fmnaha.jp となっています。 FM 那覇のウェブサイトトップページのメールフォームからお送りください。ツイキャスからのメッセージもお待ちしていますよ。はい、この番組ツイキャスとユーストリームで動画配信も行っていますので、皆さんツイキャスとユーストリームもチェックしてください。さあ、ツイキャス早速届いていますね。ご紹介していきましょうか。お芋さんからいただきました。あーず、おはようございます。ということで、おはようございます。今日もありがとうございます。川丸さん拍手ということで、デビルありがとうございます。常夏の楽園沖縄さんからいただきました。ハイタイということで、ありがとうございます。続いて T ジョンさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。今日は仕事なのでご挨拶だけということで、あ、ジョンさんお仕事頑張ってください。恋するかっちゃんさんからいただきました。あずあず、おはーず、皆さんおはようございます。ということで、おはようございます。皆さん朝早くからどうもありがとうございます。アイルさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。横浜は真冬みたいな寒さです。おー、横浜も関東はもうね、寒くなってるんですね。沖縄どうでしょうか。沖縄本当に朝ちょっと冷えて、夜も冷えて、日中暑いというような天気ですね。はい、皆さん朝早くから本当にありがとうございます。今日のテーマについてのね、メッセージも募集していますので、ゆたしくです。それではここで一曲お聴きください。本日の一曲目はこちらです。モンゴル800で琉球愛歌。ただいまの時刻は、もうそろそろ8時9分を回るところです。カルチャンプルーナ沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています、モーニング那覇。これからのお時間は今日の天気と道路交通状況をお伝えしていきます。それではまずはじめに今日の天気からお伝えしていきましょう。本日沖縄本島中南部の天気は南東の風のち東の風、晴れの予報です。波は 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午前午後ともに 20% となっています。先ほど朝ですね、 FM 那覇来るときに少しだけパラパラっと小雨が降っていたので、まあ、降水確率低いんではあるんですけれども、今日夜まで外出しますという方は折りたたみ傘を忘れないように持っておくと安心かもしれません。日中の予想最高気温は32度ということで、
ね、先ほど10月もう半ばですねとお話ししたんですが、まだまだ沖縄暑いですね、日中の予想最高気温32度となっていますので、外で作業される方はですね、熱中症に気をつけてください。水分補給もしっかりと行ってくださいね。続いて道路交通状況をお伝えしていきます。まずは高速道路です、現在沖縄道下り伊健島バスターミナル付近が、故障車が出ています、続きまして、沖縄道上り、高知バスターミナルに故障車が出ていますということで、少しですね、流れがスムーズではないかもしれないんですが、高速道路を利用している皆さん、安全運転でよろしくお願いいたします。さあ続きまして、那覇市の道路交通状況をお伝えしていきましょう。現在那覇市、国道58号線沿い、前島泊まり上野屋が渋滞となっています。また、本島南部小禄方面ですね、山下交差点が渋滞となっています。続いて小羽倉、マダン橋、寄宮、上間の方面が、渋滞となっています。そして続きまして首里方面もですね、渋滞が相次いでいますので、皆さん安全運転しっかり気をつけてくださいね。はい、ということで現在の道路交通状況、そして今日の天気をお伝えしていきました。皆さんからたくさんツイキャス届いてますね。たっちゃんさんからいただきました、おはようということで、おはようございます。サボさんからいただきました、アーズ浮見装置、あーリヘーデービル浮見装置、ありがとうございます。はい、ドンさんからいただきました、おはようということで、おはようございます。これはあつみさんっていうんですかね、読むんですかね、おはようございますということで、おはようございます。はい、皆さん今日も朝早くから本当におはようございます、ありがとうございます。そして自転車の店タオさんからもいただきました、おはようございます、今朝はコメント欄が賑やかですねということで、ありがとうございます。はい、今日もですね1時間情報をお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。今日のトークテーマがですね、今週末の、選挙にちなみまして、今回の選挙について思うことということで、皆さんからのメッセージお待ちしています、よろしくお願いします。さあ、その選挙なんですけれども、そうですね、最近こうどこに投票したらいいのかわからないというのもですね、結構ネットでも話題になっていると思うんですが、いいなと思ったのがですね、毎日新聞のエラポート2017衆院選というサイトがありまして、マッチングサイトなんですけれども、いくつかの質問の項目が出てきて、それに答えていくと、その集計で あなたはどの政党の思想に似ています、近いですねというようなマッチングサイトがあるんですね。そういうサイトを利用すると、あ、ちょっと悩んでいた方でも、あ、自分はこういうここの政党の考え方に近いんだなというのが分かるので、もし迷っている方いらっしゃったら、そのサイトを、ね、利用してみるのもいいかもしれません。今日の、モーニング那覇では、今週末の衆院選にちなみまして、今回の選挙について思うことというトークテーマでお届けしていきます。それでは続いての曲いきましょうか。とても懐かしい曲です。はい、イエロージェネレーションで北風と太陽。ただいまの時刻は8時17分を回ったところです。この時間は琉球新報沖縄タイムスの紙面からニュースをお伝えしていきます。まずはじめにこちらのニュースです。支持拡大求め12市論戦、沖縄4選挙区のラストサンデー、基地経済に持論。22日投開票の衆議院選挙は、公示期間中で唯一の週末となるラストサンデーで、一斉に候補者が街頭に繰り出し、県内全域で支持拡大に声を枯らしました。沖縄選挙区では、全4選挙区に前職9人、新人3人の計12人が立候補しています。アメリカ軍普天間飛行場返還問題や沖縄振興政策などで舌戦を展開しています。
はい、まず沖縄タイムスの一面を飾っていますね、支持拡大求め12市論戦ということで、今日のトークテーマもですね、今回の選挙にちなみまして、今回の選挙について思うことというですねテーマで、トークをお届けしていきます。まず沖縄一区ですね、紹介していきましょう。一区では、4人の候補者が立候補しています。まずお一人目、国場幸之助氏、自民党、政策としてはですね、子育て世代、女性、若者の支援、あとは医療、年金、介護の支援などを訴えています。また日米地位協定の改定も求めています。お二人目が赤嶺政権氏、日本共産党赤嶺政権氏です。アメリカ軍普天間基地を直ちに閉鎖撤回、また日米地位協定の抜本的な改定や、子どもの貧困の解消に向けて保育の質、維持の向上、そして待機児童の問題を解決していこうという、政策を訴えています。続きまして、日本維新の会、日本維新の会、下地幹雄氏、普天間飛行場の移設問題について、訴えていますね。そして4人目が、新人幸福実現党、下地玲子氏ですね。北朝鮮の危機に備えた国防の強化や消費税増税についての反対の意見を示しています。沖縄1区では、以上の4名の候補者が、立候補しているということで、沖縄1区接戦となっています。激戦となっていますので、どうなっていくかは今後、引き続き追っていきたいと思います。では続いてのニュースです。18歳が投票立ち会い人、知念高校の城間さんと平さん、与那原町新有権者を啓発。22日に投票される衆院選の期日前投票で、知念高校3年の城間夢子さんと平千尋さんが与那原町の投票立ち会い人を務めています。2人は18歳の新しい有権者です。選挙は人事ではないと話し、同世代に投票を呼びかけています。選挙権年齢が18歳以上に引き下げられて初めての衆議院選挙、若者に選挙を身近に感じてもらおうと、与那原町の選挙管理委員会が14日、15日、21日の3日間、2人を立ち会い人に選任しました。15日、期日前投票所の、町役場には有権者が相次いで訪れました。こんにちは、こちらにお願いしますと、2人は有権者に明るく声をかけ、比例代表の投票用紙を渡すこともありました。投票所に来たのも初めてで緊張したと平さん。友人の父の紹介で立ち会い人を引き受けたといい、選挙を考えるきっかけになったと感想を述べました。城間さんは将来保育士を目指しています。18歳になってクラスでも選挙が話題になっていた。私たちも投票に責任があると思う。教育に熱心な人を選びたいと話していました。21日には午後2時から7時の間、与那原町あがり浜のマリンプラザあがり浜で立ち会い人を務めるということです。はい、ということで、沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお伝えしました。FM 那覇モーニング那覇、沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています。本日のトークテーマがですね、今回の選挙にちなんで、今回の選挙について思うことというテーマをお届けしています。メッセージですね、ツイキャス届いていますね。ご紹介していきましょう。ですね、どうしましょうかね。お芋さんからいただきました。アーズが党を立ち上げてくれて、そこに投票しようかと笑いということでお芋さんありがとうございます。はい、続きまして、カンパチさんからいただきました。通り、国民のためになっていないのね、なんだか税金の無駄遣いと感じます。もちろん投票には行きますよということでいただきました。そうですね、今回の選挙、積極的棄権ということもですね、結構ネットでは話題になっているんですけれども、昨日ですね、すごくいい記事を私見つけまして、少しちょっと紹介したいと思います。
はい、すべての政治は失敗します、それが何かという記事なんですけれども、岡田さんという政治学者の方が書いた記事ですね、ハフィングポストの記事なんですけれども、まあ、政治家はそれぞれの選択と失敗があると。で、私たちが普段から、まあ、その政治に関係なく日々の日常の中で選択をして生きているんだと。で、その選択の中で必ず失敗をすることもある、大人は必ず失敗することもあるんだけれど、なぜ政治家が失敗をした時に人はこんなに批判するのだろうかっていうことに対して書かれている記事なんですね。はい、で、全ての政治は失敗すると、すごくいいなと思ったのがですね、ちょっと待ってください、少しお待ち、少々お待ちくださいね。はい、どこだったかな。はい、全部記事すごくいいんですけれども、はい、大人はどこかで全ての政治は失敗するということをもう分かっているのである、もうすでに政治という選択を成熟させているはずなのであるという、はい、それなのにどうして多くの者たちが政治家という選択をする人たちに向かい合った瞬間に子供じみた清純なピューリタンへと変貌するのであろうかということをですね、書かれているんですけれども、確かにその通りだなと。政治に関して思うこと、いろいろそれぞれ皆さん意見があると思うんですけれども、自分が例えば支持した人が失敗をするかもしれない、でもその一票にかあのね、全力を注いでこの人に投票して、投票すると決めたのであれば、その人が、まあ、もしですね、当選した後ですね、この人がどういう選挙、まあ、どういう政治を行っているのかっていうことは確かに追う必要があるなというふうに思いましたね。なので、まあ、どこに投票したらいいかわからないけれども、全力で自分の一票を投じるということがですね、すごく大事だなというふうにこの記事を読んで思いましたね。はい、今日のトークテーマがですね、難しすぎて朝から頭が回らへんということでお芋さんからいただきました。で、少しいつもとはね、異なるテーマではありますが、皆さんのメッセージ引き続き後半も募集しています。ゆたしくです。はい、ということで、モーニングナハ前半終了のお時間となりました。後半この後ですね、8時30分頃からまたお伝えしていきますので、後半もゆたしくです。改めまして、FM那覇お聞きの皆さん、ハイタイ、おはようございます。10月16日月曜日、ただいまの時刻は8時30分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています、モーニング那覇。本日月曜日のお相手はアハゴン、あずさやいびー。1時間、残り30分ですね。どうぞ、イタサルグッズ、ウニゲーサビラ。さあ、今日のフリートークテーマはですね、今週末の選挙にちなんで、今回の選挙について思うことというテーマでお届けしています。ツイキャスで皆さんからですね、メッセージが届いていますね。はい、そうですね、少々お待ちくださいね。恋するかっちゃんさんからいただきました。テーマ、今回の選挙について思うこと。かっちゃんはね、選挙を言うても知らない人ばかりだから AKB 総選挙しか興味ないですねということでいただきました。なるほど。まあ、このそれぞれの候補者の皆さんがどういう政策を打ち出しているのかで、どういうふうなこの政治をしておきたいのか、ね、県沖縄にしていきたいのか、日本にしていきたいのかっていうのが、まあ、見えづらいっていうところがもしかするとあるのかもしれないですよね。いろいろな意見がありますね。
自転車の店タオさんからいただきました。消費税が 8% に上がってから皆さんの財布の紐が締まって商売上がったりですなるほど、はい、それぞれの、ね、立場もありますからね。ひろむっちょさんからいただきました。あずおはようということで、おはようございます。健一郎さんからもいただきました。おはようございます、久しぶりに来ましたということで、イエーデービル、ありがとうございます。はい、あとですね、健一郎さんからいただきました。選挙に対して思うことは毎回思うけれど、投票をして当選した人の動きとか政策を上げたにしてもどうしたいのか全く分かりません。これだから政治離れが加速するし、興味を持たない若者が多いと思いますということでいただきました。うん、そうですよね。このね、先ほどもお話ししたんですけれども、政治家がどういうことをしたいのかっていうのがちょっと見えづらい部分があるので、本当にこう私たちが一票を投じるときはもうしっかりと、ね、事前に調べて、全力を尽くした一票を投じたいなというふうに思いますよね。はい、ね、政治を、ね、行う人たちはしっかりとどういうふうにしていきたいのかっていうことを丁寧に説明する必要性はあるのかなというふうに思いますね。はい、今回のトークテーマは今回の選挙について思うことというトークテーマでお届けしています。後半モーニングナハ30分もどうぞお付き合いください。ゆたしくです。では後半の1曲目いきましょう。ケミストリーで Point of No Return。ただいまの時刻は8時38分を回りました。カルチャンプルーダ沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていますモーニング那覇。これからのお時間は今日の天気と道路交通状況をお伝えしていきます。まず今日の天気からお伝えしていきましょう。今日の本島中南部の天気は南東の風のち東の風、晴れの予報です。波は 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午前午後ともに 20% となっています。先ほど少し小雨降っていたんですが、今少し外を見ると、今は大丈夫みたいですね。はい、念のため折りたたみ傘を持っておくと安心かもしれません。日中の予想最高気温は32度となっています。まだまだ、気温が高い沖縄ですから、皆さん水分補給はしっかりと行ってくださいね。昨日は夜もですね、すごく暑くてなかなか寝つけませんでした。はい、では続いて、道路交通情報をお伝えしていきます。まずは沖縄道高速道路です。沖縄道下り伊健島バスターミナルに故障車があります。運転されている方は気をつけてください。続きまして那覇市の道路交通状況をお伝えしていきます。那覇市現在国道58号線前島、そして上野屋、阿蛇が渋滞となっています。続いて小禄方面も渋滞となっています。小羽倉から万丹橋、そして寄宮、上間も渋滞となっています。そして首里崎山から鳥堀のあたりもですね、先ほどよりも渋滞の列が、ね、多くなっていますので、運転されている方は安全運転で気をつけて運転してください。よろしくお願いします。以上、8時40分現在の道路交通状況、そして本日のお天気をお伝えしました。さあ、皆さんからツイキャス届いていますね。G カレンさんからいただきました。まだまだ暑すぎやわということで、ね、まだまだ沖縄本島は暑いですので、皆さん熱中症気をつけてくださいね。ちょっとなんかこう朝晩は寒くて昼は暑いとなると、ね、体調崩す方もいらっしゃると思いますので、体調管理にも気をつけてください。自転車の店タオさんからいただきました。沖縄の夜はまだ暑いのか、
信州はもうストーブを焚いていますということで、早いですね。とか長野はもうね、気温はどれくらいなんでしょうか。寒い日が続いているんですかね。はい、全国的に見て気温がね、温度差がありますね。はい、メール、ツイキャスありがとうございます。では続いての曲いきましょう。続いては柴崎コーでインビテーション。Your radio station. ただいまの時刻は8時46分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお伝えしていきます。まずはじめにこちらのニュースです。北部訓練場撤去、高江米軍ヘリ炎上、住民ら抗議集会。アメリカ軍普天間飛行場所属の CH-53E ヘリコプターが不時着し炎上した事故で、ヘリパッドいらない住民の会とヘリパッド建設反対現地行動連絡会は昨日、緊急抗議集会を事故現場に近い東村高江のアメリカ軍北部訓練場メインゲート前で開きました。事故後初めて開かれた抗議集会に県内各地からおよそ200人が集まり、基地があるゆえの事故、北部訓練場を全面返還させようなどと訴えました。在日米軍は普天間飛行場に所属する同型機の運用を96時間停止すると12日に発表しており、期限が切れる今日にも飛行を再開させる可能性があります。東村、国頭村、大宜味村の3村議会は明日抗議決議案を提案可決する見通しです。続いてこちらのニュースです。慰霊祭、那覇市が時代へ、遺族会から主催を受け継ぐ。従従空襲や沖縄戦で犠牲になった那覇市出身者2万9000人余りの名簿が奉納されている那覇市若狭の浅井ヶ丘公園の名具焼けの日で昨日慰霊祭が営まれました。遺族らおよそ200人が参列し、強い日差しの中、献花や焼香をして鎮魂の祈りを捧げました。慰霊祭は那覇市街の9割が焼失されたとされる1944年の従従空襲があった10月10日前後に那覇市連合遺族会が1996年から行ってきました。しかし会の高齢化に伴い、今回から那覇市が受け継いで初めて主催しました。那覇市連合遺族会の会長は、那覇市主催で執り行われることを長年望んでいたことであり、盛大に行われて感謝でいっぱいですと挨拶しました。さらに9月に読谷村のちびちり釜が荒らされた事件や国際通りでの不発弾処理などを挙げ、戦後はまだまだ終わっていない、戦争遺族を二度と出さずこの地が平和の発信地となるよう頑張りたいと決意を示しました。城間美希子市長は、毎年の慰霊祭を行ってきたことに敬意を表したい、記憶が風化しないよう平和を訴えることを固く誓うと述べました。以上、琉球新報沖縄タイムスの紙面からニュースをお伝えしました。
FM 那覇モーニング那覇沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています。さあそろそろモーニング那覇終了のお時間となりました。皆さん本日もたくさんのツイキャス、そしてリスナーの皆さん本当にありがとうございます。少しお時間ありますので皆さんからのツイキャスをご紹介していきましょう。ひろむっちょさんからいただきました。北海道ももちろんストーブ過去笑いということで、あーやっぱりもう寒いんですね。どれ気温はどれくらいなんでしょうか。ストーブって使ったことおそらくないので、なんかこうどんな感じなんだろうとすごくこう想像がかきたてられますね。はい、ね、もう寒い地域もあるということですね。Gカレンさんからいただきました。さすがアーズグッドチョイスということでありがとうございます。曲の選曲のことですかね。ありがとうございます。Gカレンさんからまたまた嬉しいツイキャスが届きました。アーズの笑顔がリスナーさんを元気てんこ盛りにしちゃうということで、あー嬉しいです、ありがとうございます。はい、ね、本当に皆さんが、ね、こう朝からラジオを聞いてくださっているということもあって、ね、いつも楽しく、ね、情報をお届けすることができています。本当にありがとうございます。ドンさんからいただきました。もう終わりかいということで、そうなんですよ、このモーニング那覇が1時間の番組で、8時から、ね、8時56分までということで、もうそろそろ終わりなんですが、またね月曜日から金曜日まで毎日朝8時から放送を行っています。で毎日パーソナリティが変わりますので、火曜日もね楽しみに、明日の、ね、火曜日も楽しみにしてくださいね。お芋さんからいただきました。来週のテーマが今回の選挙結果を受けてやったらまた難しくてコメントができへんということでありがとうございました。ね、この政治に関するこう意見ですとか考えっていうのを伝えるというのは難しい部分がやっぱりありますよね。でもね、まあ、今週末選挙が行われますが、先ほども少しお話ししたんですけれども、まあ、どこに投票したらいいのかわからない、自分が、ね、どうすればいいのかわからないという方はですね、毎日新聞のですねエラポート2017衆院選というマッチングサイトがありますので、それをまず、ね、使って利用してみるのもいいかもしれません。私は昨日、使ってみました。はい、自分のね、考え方がどこの政党に近いかというのがね、分かりやすくなっていますよ。でやっぱりこう自分自身のね一票を全力で投じるということが大切かなと私は思います。そうですね、では皆さんからのツイキャス続きまして紹介していきましょうか。はい、恋するかっちゃんさんからいただきました。あずあず整いました。はい、選挙とかけましてコーヒーと解きます。その心は無糖派、そしてお砂糖の無糖派が増えてますということで、あずあず何点、なるほど、ではいきます。得点は96点。かっちゃんさんいつもありがとうございます。謎かけ無党派ね、なるほど、どの、ね、政党、どこの政党ではなくて無党派とお砂糖を入れない無党派が増えてます。なるほど、感慨深いですね、ありがとうございます。タツさんからいただきました。ここもめちゃくちゃ暑いですということで、ね、確かに、ね、暑い地域と寒い地域に、ね、はっきりこう分かれているなという感じがしますね。はい、いただきました。常夏の楽園沖縄さん間に合うということで、はい、8時56分までの放送になっていますありがとうございます。恋するかっちゃんさんからいただきました。あずあずお疲れということで、 ありがとうございます。二平デイビルありがとうございます。皆さん本当に今日朝早くからありがとうございました、ね、今週末選挙ということで、選挙にちなんだテーマですね、今回の選挙に関しについて思うことというテーマでお届けしていきました、ね、皆さんの、ね、一票、この一票で何か変わるのかなって思う方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、自分のね意思を
ちゃんとしっかりこう表明するということは大事ですので、今週末皆さんで選挙に、ね、行きましょう。はい、ありがとうございます。モーニングナハそろそろ終了のお時間となりました。明日は綿貫かなちゃんがお届けしますので、そちらもお楽しみください。そして、私は毎週金曜日夜9時からアハゴンあずさのほろ酔いという番組をしています。皆さんとユンタクをしながらお酒を飲むという番組で、先週もたくさんの方と乾杯をしてお酒を飲みながらユンタクしました。今週も素敵なほろ酔いパートナーをお招きして、みんなで一緒にユンタクしていきますので、金曜夜9時ハゴンあずさのほろ酔いもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、月曜日始まりました。今週1週間も頑張っていきましょう。では元気にいってらっしゃい。今日もありがとうございました。一平二平デビタン。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。電話番号 098-894-8282。 いらっしゃい。屋台赤道ラーメン。醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん、特製辛味噌ラーメンもおすすめ。自家製麺でスープの相性抜群。肉汁たっぷりのシューマイ、餃子も大人気。創業20年余り変わらぬ美味しさ、屋台赤道ラーメン。新都心に雪が降る？南の雪氷。牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。